皆さんこんにちは。女性にもできる害虫駆除チャンネルです。今回のテーマは猫対策です。それでは詳しく紹介していきましょう。今回紹介する商品はこちら、猫回れ右びっくりスプレーです。中から出してみます。中はこのような形になっています。この商品は噴射ガスと音で猫を驚かして撃退することができます。それでは詳しい使い方を紹介していきましょう。こちらが本体です。こちらがスプレー缶カバーと台座です。使用説明書をよく読んでご使用ください。順にパイロットランプ、オンオフスイッチ、赤外線センサー、こちらからスプレーが噴射されます。本体裏側の電池カバーを外してください。電池を押さえながらフィルムを引き抜いてください。電池は最初からセットされています。電池カバーを元に戻してください。白い保護キャップを外してください。本体のオープンの位置に缶の三角印を合わせ、ロックの位置までねじ込んでください。オンオフスイッチを押すと作動します。センサーが反応すると赤ランプが点滅します。手を叩くと3分間センサーの反応が止まります。人や車等が頻繁に通るところ、エアコン室外機等の送風を受けるところ、風などで揺れ動く洗濯物の近く、猫の通り道で平らな場所に設置してください。大雨の時は室内に移動させてください。このチャンネルでは女性でも手軽にできる害虫駆除方法を紹介しています。動画についてはほぼ毎日配信しておりますので、チャンネル登録よろしくお願いします。